70関門に負けたところです。初挑戦で負けました。この小雲の手数に負けます。カラカサがドトンに弱いんで黒子さんを使うって手もあるんですが、69関門や67関門、黒子さんではもう手数が足りなくて勝てなかったんで、聞こえる？この歓声がどうやら私の出番らしい。まどかさんで日光の術を取って、それで、小雲の手数に対抗したいです。先ほどは日光の術を取れなかったんで、もうこのまんま、再挑戦です。じゃあ跳躍で。それでは跳躍で。まずは日光の術を取りたい。月光でもいい。とりあえず日光の術を、1個取れてよかったな。ここは悩ましいですが、連続にしましょうか。この小雲に対して手数が欲しいんですよ。日光取れない。とりあえず日光取り、欲しいけど、どれも欲しいけれども日光を取る。目の前よりも攻撃範囲で日光が欲しい。持続時間もいいけれども、それよりも月光を取る。はい、中ボスが登場。中ボス倒して、スキルを4つ取れたら、いいんですけどね。持続時間と攻撃回数で悩んで、もう雲がかなり迫ってきてるんで月光取りましょうか。氷国欲しいけれども日光取る。日光取らんことには陽電子砲が来てくれない。2個か。厳しいな。日光月光を取る。攻撃範囲、そろそろ陽電子砲が欲しい。ウェーブ14、そろそろ次の中ボス来るかな。日
光が来なかった。せめて補助日光でもいい。砦がかなり傷ついている。もうクリアできたとしても星3は無理かな。修理もしたいけども、ここでアマテラス。今のはアマテラスで良かったですよね。日光が来ない。今のうちになんとか。もう半分以上迫られている。アマテラスで稼いだのに。回復したいけれども、攻撃回数、砦を回復したいけれども、ウェーブ18に来て日光陽電子砲取れないか。2匹目の中ボスって来てないですよね、まだ。見逃してないですよね。なんか自信なくなってきたわ。陽電子砲が来ないじゃないか。あ、来た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 。ドローグモさんか。ジョローグモさんにとりあえずどんくらいダメージが入ってるのか見えない。あとはボスとの対マン。いけそう？いけそう？日光取れなかったのにいけそう？こう取れなかったけどクリアできた。はい、ではでは、次小雲なしですね。